ローズマリー・クルーニーはアメリカの歌手、女優である、ケンタッキー州、メイズビル生まれ。幼い頃は妹ベきと共に祖父のメイズビル市長選挙運動で歌を披露することもあった。子供時代は不遇で、妹ベきと弟ニックと共にアルコール使用障害の父アンディ、婦人服チェーン店で働き、出張が多かった母フランシス。 親戚らが変わるがある面倒を見る形で育てられる。13歳の時、母親が船乗りと結婚し、弟、ニックを連れて、カリフォルニアに移ってしまう。残されたローズマリーとベティは、父親と暮らすことになり、父親は娘たちのために真面目に働くようになるが、その父親も、第二次世界大戦の終結を祝う晩に、家の金を持ち出して、行方をくらます。 極品の中、姉妹は、新シュナティのラジオ局のオーディションに合格し、1945年に、ザ・クルーニー・シスターズとして、歌手デビューを果たす。数年後、姉妹は、別々に活動するようになり、ローズマリーは21歳の時に、ニューヨークに渡る。1951年に、カモン、A ・マイ・ハウスが、ビルボードチャートで、全米第1位になる大ヒットとなり、 その後もマンボイタリアーノなどの世界的な大ヒット曲を連発する。以降は歌手活動だけでなく、テレビドラマやバラエティショー、映画にその活動範囲を広げたほか、1999年には地元のケンタッキー州で自らの名を冠したローズマリー・クルーニー・ミュージックフェスティバルを開催し、以後、毎年開催するなど活躍を続ける。2002年に、 カリフォルニア州ビバリーヒルズで肺がんにより死去。1950年発売のメアンドマイテディーベアーなど子供向けの歌も歌っており、1957年にはそれら子供向けの歌を集めたアルバムクルーニーチューンズも発売している。生涯で3度結婚している。そのうち2回は16歳年上の俳優、ホセ・フェラーであり、フェラーとの最初の結婚で5人の子を産む。 その第一子が後に俳優となるミゲル・フェラーである。フェラーとの二度の結婚、離婚の後、1997年に俳優のダンテ・ディパオロと結婚し、2002年の彼女の島で夫婦として暮らす。俳優のジョージ・クルーニーは老いであり、彼の出世作であるドラマ、ER 緊急救命室にゲスト出演している。彼は、おばの三度目の結婚式に出席しなかったが、 その理由は自分が出席することでおばに当たるべきスポットライトを奪いたくないからと言われている。映画ホワイトクリスマスでビング・クロスビーと共演するクルーニー。ありがとうございます。